こんにちは、ひろやすです。今回は、中華モンキーの方をちょっと作業していきたいと思います。リアサスを交換したら、というね、ちょっとあのリアサスの方ね、交換しようかなと思います。これ今使ってるのはね、あの以前に取り付けを行ったあの 290mm のサスを使ってるんですけど、このゴリラでね使ってるのと同じタイプのやつにちょっと交換していこうかなと思います。なんせねちょっとね硬すぎるんですよね、これで。あとあのダンパーがまあほぼないようなもんなんで、あのちょっとね跳ねてしまうっていうのがあったんで、あの、今回 RFY っていうねところのやつを使いました。昔ね、あのちょっとゴリラで買った時こんなねちゃんとした箱に入ってなくてね、あの袋に入っただけだったんですけど、ちょっとね新しくねこんなパッケージになりました。ただちょっとねこれね、あのゴリラにも使ってるのと同じなんですけど、これね 280mm なんですよね。で今モンキーに使ってるのこれ 290mm で、ちょっと短くなっちゃうんで、で、今回あの、さらに車高も少し上げたいんですよ。で、あとね、ちょっとこのマフラーに当たるっていうね、あの、問題点があってね、ちょっとこれどうしたらいいかなっていうか、あの、ちゃんといけるかなっていうね、あの、逆付けしたらいけるのかなとか、そういうところも含めてね、ちょっとやっていこうかなと思います。で、280mm だとね、ちょっとこれ長さがね、足りない。で、車高下がっちゃうっていうのと、今回少し車高上げたいっていうのがあったんで、ここにね、このアダプターを使います。これまあ以前使ってたやつなんですけどね、ゴリラにも使ってるやつです。ゴリラの方はちなみにこれ 50mm の延長のやつ使ってて、今回これ 30mm のやつを使います。ということで、まあ 310mm の、サスペンションと同じ、相当になるんですけども、310とかね、305とかそれぐらいのやつに、ね、なればなって思ってました。で、ちょっとこのね、アダプターを付けようとしたらちょっと問題があって、カラーがね、少しあの、分厚かったんですよね。で、ちょっとサスがね、アダプターが付かないんで、この、まず、290mm のサスペンションを取り外して、こいつのカラーを移植しようかなと思います。まずね、まあ、上下の、ナットの方を取り外して、このね、サスペンションの方を外していきます。まあ、ここはもう緩めて外すだけですね。で、下が緩んで、で、上の方も、緩ましていきます。これでね、手で回して外れたので、サスの方を、あとはグッと、引き抜きます。これで外れました。で、ここのね、サスのカラーをね、抜いて、これ、つけていこうかなと思います。ちょっとね、今回使ったっていうか、今回ね、買ったサスペンションの、このカラーがね、少しね、長いんですよね、全長が。で、アダプターのところにね、うまく入らないということで、これ、まあ、ぐっと押して、抜き取ってしまいます。まあ、これね、2個あればね、いけるんで、1本のサスからね、カラーの方は抜いていこうかなと思います。で、ちょっとね、こんな感じでね、ソケット、このレンチでね、グッと押したらね、割かし、抜きやすかったです。まあ、あとはこれね、石鹸とかね、塗ってもね、取りやすいです。で、サスペンションの方にね、取り付けしました。下の方だけですね、下取り付けて、あとはボルト入れて、ナットで留めると。そんな感じですね。ワッシャー入れて、はめていくと。まあ、あとはこれを、まあ、ここはちょっとね、仮止めで言っときます。本体にね、取り付けてからね、ちょっと締め込みをするんで、まあ、とりあえずね、これぐらいで大丈夫です。で、本体にね、取り付けですね。マフラーとね、どれぐらい干渉するか。まあ、ちょっとやっぱり想像通りだったんですけど、こんな感じでね、マフラーの方には当たってしまいます。ということで、通常の取り付け位置では、付けれないので、こいつを、まあ、倒立につけて、まあ、っていうかね、倒立につけたらどうなるのかっていうね、まあ、そこら辺もあるんですけどね。まあ、ここで、やっていこうかなと。まずね、上をつけて、少しね、向きが少し、歪んでたので、ちょっとこれ直します。で、あとは、下、はめるだけですね。はい、取り付けできました。あとは、これ、ワッシャー入れて、ナット締めていきます。とりあえず、下をつけて、あともう上もね、取り付けて、あとくる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 回していくだけです。
これでね、あのマフラーのところにはあの干渉しないです。まあ通常こういうアップマフラー使ってなければまあ大丈夫だと思うんですけども、アップマフラーでもまあこの出口のね、あの出方がもうちょっと後ろの方にまっすぐ出て、そこから横に出てるようなタイプだったらまあ当たらないかもしれないんですけども、まあ多分ほとんどの場合はね、こういうアップマフラー使って、リザーバータンク付きのやつ使うとちょっとねまずいのかなと思います。で、しっかりね締め込みやっときますね。で反対側もね外したんで、これでまたねさっきのねカラーをね移植してこんな感じです。反対側のサスペンションにも取り付けを行います。で取り付けができたので、ボルトとワッシャーとナット入れてこれで締め付けます。まあ、ここの方もねとりあえず軽く締めてって感じですね。であとはまあこれ取り付けして終わりですね。まあしっかりねあの、漏れがないようにね確認しながら取り付けていきます。まあちょっとねまあある程度分かってたんですけども、アップマフラーでねさやっぱまあうまくいくかなとかっていうねちょっと淡い期待とか思ってたんですけども、やっぱダメでしたね。でちょっとねさっき締めたんですけども、ワッシャーね入れるの忘れてたんで一回外してもう一回取り付けを行いました。であとはぐる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 締め込んでいって、これでねまあサスペンションのね取り付けの方はね、できました。こんな感じですね。で、またがってみました。ちょっとねやっぱりあのグッグッてね押し返すような感じっていうのがね緩くなってしっかりとダンパーが効いたような感じになりました。これでねちょっとさ後ろのまあ車高の方もね上がったんですけども、そんなにね違和感っていうのはねなかったです。逆にね前がね下がりすぎてたのかなと思います。まあフロントのねフォークとの兼ね合いもあるんでね、まあこれでいい感じかなと思ってます。まあ8インチとかだったらねもともと使ってた290ミリぐらいっていうのはねちょうどいいのかもしれないです。ということでねちょっと軽くね思想の方にも行ってきました。では今回は、リアのサスペンションを280ミリに交換しましたという動画になります。ではこの動画が良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。